これ両方語るのは完全にもう偽善です。本当にもう漁獲量減ってんのよ、取りすぎちゃって頭打ちですよ。農地も増えてないのよここ20年で。ですから農地を増やしたって結局石油が必要になってくるわけですよね、仮にあったとしても。だから今よりもっと早いペースで石油を使っていかなくてはいけないの割には環境だとか言って化石燃料使うなとか言ってるわけですよ。こんなこと言ったらみんな豊かになるの無理ですよ。これ矛盾してますよね。世界みんなが豊かにって言ったらそれは相当化石燃料使わなきゃ無理ですわ。でもそれをすんなってわけです。だからね、綺麗事なんだよね。環境問題を語ってね、この貧富の格差を語って是正せよと、これ両方語るのは完全にもう偽善です。もし本当にね格差是正って言うんだったらもう構わない、バンバン石油燃やせと、世界みんなが豊かになってもう魚が滅びようが構わんと、とにかく取れみたいにね、みんな食えるようにって言うんだったら分かりますよ。かたや環境が化石燃料を使うんだ、じゃあ貧しい人たちどうやって豊かになるんですかって話じゃないですか。もう本当綺麗事ですよね。現実を見た議論じゃないですよ。ですから環境問題も環境問題であるでしょ、貧困の問題も貧困の問題である。その中でどうね折り合いをつけていくかというところで悩まなきゃいけないのに、もう両極端ですよね。だいたいね人権がとか貧富の差とか言ってる人に限って環境環境ってやるわけですから、もう全然整合性が取れてないんですよね。その中で両立しないものをどうやって両立するのかでね、悩んでいかなきゃいけないわけですよね。反対概念ですから、豊かになろうと思ったら資源使うんだから、そういうことですよね。